体の逆突きも、はい、こう肩回して、はい、あ手つくんじゃなくてこの棒みたいに、はい、見えねえ、ちょっと待って、これが中達也先生の突き、すごいですね。有名な先生方も驚きまくりです。今日はたくさんある黒帯ワールドの DVD から中先生の突きをピックアップ。見えにくいんですよね。すごいもう崩れないんで全然、来てても来てないと思っちゃう。来ているのに来ていない、一体どういうことでしょう。お見せしましょう、中達也突きの秘密。体の逆突きもこう肩回して、はい、あ手つくんじゃなくてこの棒みたいに、見えねえ、ちょっと待って、普通の逆突きすごく肩回してこう、はい、で人間ってこのシルエットが分かりやすいんですよ、はい、で棒をつくときはちょっと待ってください、棒ってこのままじゃないですか、このまま、おー、はいはいはい、はい、ですからこの感じでこっち残した手つくときはほう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 、はい、おお、はいはい、すごい、こう踏まないんで、うん、シルエットが動かないんで、あ、分かんないですね、分かりにくいんですよね、うん、簡単に言うとここから床を蹴ってドーンと入るじゃなくて、前の膝の抜き、重心がこの中にあるとやっぱ安定してるじゃないですか、はい、なるべく瞬間的に外す、あるいはこれで外すとか不安定にして、それで今言った中心を使わないずらすイメージで、まっすぐ帰るんです。これを動かすとバレます、すっとまっすぐ抜くようなイメージです。それで、あれ切る瞬間、ちょっとぜひ、はい、お願いしていいですか。この丸めると骨盤ってこう後傾するじゃん、はい、で中端で前出すと骨盤は前傾しますって、この力が働くという、それだけのことなんですね、はい、だから例えばこれから最初回転させてやりますので、そうするとどうしてもこれはこういう動きで分かりやすいと思います、はい、こう動いちゃうじゃなくてこのまま抜きながら、おすごい、そうすると見えにくいですし読めないですね。あと先生言ったさっきのこれもそうですね、下からこう入って、はい、それも使います。やっぱ違いますか。もう崩れないんで全然、来てても来てないと思っちゃう。ほうほう、それ普通のワンツー、はい、ワンツーだとこの前じゃないですか、我々この前の前なんですよ、この前の前から、おなるほど、でストレートもここじゃなくてこの前の前から蹴って、おー、蹴りの前ぐらいから入らない、はい、全然いいですね、総合に。ですからこの辺じゃなくてもう少しこの辺から、はい、うん、で、おぉこう入ってる、おぉ、どうですか高橋さん。すごいですね、やっぱりなんていうんですかね、なんていうんですか、ほんと飛び込んでくる感じですね。だからただこうスポーツはこう全部伸びきっちゃうんですよ。僕の場合こう伸びきったら効かないんで、やっぱり近いとこから十分余裕を持って入るっていう、させられる、ね、そうですね、一番だからもう一回言うとオーソドックスでワンツーですね、こっちからも、おお、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、喜んでる、おー、すごい、やばいっすねこれ、ああ、この前のスピード怖いです、面白いやばいっすね。我々こういう技があるでしょ、こっから前、あれもこの末端から発生してると大体分かっちゃう、分かる、じゃなくてこの真ん中から発生するから、おー、入ってくる、マジよく分かんねえ、すごいな、なんかこれ今と一緒でこの逆突き、こっから発生するでしょ、床を蹴ってこっからここへ行くと、これも一緒で床を蹴ってるからこう、さあ相手分かるでしょ、蹴るんじゃなくて抜くと同時に真ん中から最初にやるとこれ、床を蹴った瞬間にも分かります、おじゃなくて抜きながら、おお全然見えないです、
これ今2本目でしょ、見えないんで、スタート目とか入ってる、見られるわけですから。普通に席行きました、これから回転させると、じゃなくて、このまま、うん、そうそう、はい、またすぐ応用、うん、変化動きますね、はいはい、変化できます、見えにくいですよね、じゃあ回っちゃうと目標が違いますね、いつも、うん、はい、じゃ例えば今みたいにこれができてるのはこっちがありますね、うん、はいはい、その間に抜ける、はい、そういう方法も、はい、なるほど、1本ができれば3本もできますし、はい、意識が最初の月に行ってしまいますから、はい、はい、見えにくいですよね、はい、このまま入って、はい、これ一瞬でこうずらすイメージ、うん、急に伸びてくる、そうですね、はい、急に伸びてくる、はい、急に目の前に来る、そうそうそう、急にワープする、はい、さあもっともっと深く知りたくなったあなた、クロービーワールドの DVD は絶賛発売中です。流儀も流派も超えた達人たちの笑顔の交流、じっくりたっぷり楽しんでくださいね。